日進党の蓮舫です。安倍総理、どうぞよろしくお願いいたします。まず総理、辞めたいのに辞められない、家中の金を持ち出す、闇金で借金を繰り返す、多重債務、一家離散、破産、果ては自殺に追い込まれる、これがギャンブル依存症の怖さです。アルコールや薬物依存症と違って体の中に取り込まないギャンブル依存症、そのメカニズムは未解明です。治療法はまだ確立されていません。やめたいのにやめられない、疑いのあるギャンブル依存症の患者は我が国では536万人いると厚生省が推計しています。なぜカジノ解禁なんでしょうか。カジノは賭博です。刑法で懲役刑で禁止をされています。勤労を怠る、副次的犯罪を誘発する、だから禁止をしている。なのになぜわずか5時間33分の審議で強行採決に踏み切ったんでしょうか。国会の声を聞かないで野党を切り捨てて、連立与党の公明党を捨ておいて、それでも暴走する理由をまず教えてください。安倍内閣総理大臣。議員立法として提出されている IR 法案のことだと思いますが、まさにこの IR 法案はですね、統合リゾート施設でございまして、これは私もシンガポールの施設を視察をさせていただきましたが、いわゆるカジノだけではなくて、ホテル、あるいは劇場、そしてショッピング、モールや水族館とか、またテーマパークも構成する要因でございました。いわゆるカジノといわれる施設のですね、床面積は 3% のみでありまして、さまざまな対策が講じられているというふうに承知をしております。これは議員立法でございますから、もっぱらこれ、国会においてお決めになることでございますが、このIR 法案につきましては、まさに今、現在、この安倍政権になりまして、外国人観光客が倍となりまして、800万人から2000万人を超える状況となり、2020年には4000万人を目指している中において、ただ、ビジネスや会議だけではなくて、家族でそうした施設を楽しむことができるというものがですね、これは、これがいわゆる IR。でございます。そして、この IR 法案におきましては、他の議員立法と同じように、超党派の議連が作られまして、これ、他の法案もそうなんですが、超党派の議連を作って、そこで議論を重ねていく、その中において、賛同する議員やですね、あるいは党派を増やしていくということがなされた後に、提出をされるものなんだろうなと思います。提案書の中には、御党のまさに、蓮舫議員の側近である梶澤美都役員、室長もですね、役員室長もこれは提案者として、参加をして、いただいて、おります。これは、個人とはいえ、まさに役員室長でございますから、役員室の中もですね、これは、そんなに大きく意見が食い違うのかなと、役員室の中でもバラバラなのかなというふうに思った次第で、ございますが、その中で提出、すいません、静かにしていただけないとなかなか私も、よろしいで、よろしいでしょうか。はい、やっと静かになったようですので、お答えをさせていただきたいと思いますが、これは私は蓮舫代表とはですね、いわば党首討論では初めて議論を行うわけであります。予算委員会等で質問される側とですね、そして真摯に答える側と追及する側という立場ではなくて、いわば対等の立場でございますから、時にはこれ反論することもあります、批判することもありますが、私はあまり性格的にそういうことはめったにしませんから、ご安心をいただきたいとこう思うわけでございますが、ただしですね、今蓮舫議員が挙げられた懸念があるのは事実でございまして、我が党においても与党においても指摘されているところでございます。いずれいたしましても、今回は基本法でありますが、その基本法の
後にですね、具体的な法案が出てくる中において、そうした懸念にも具体的な答えを出していくべきだということの上においてですね、我が党においても党議決定が出されたものと承知をしております。蓮舫代表。超党派の議連を作って同じ志を持って議員立法を提出するところまでは全く異論がありません。問題はその後なんです。国会は長い歴史の中で議員立法の審議はすべての政党が同意をする、その上で審議に入って、そして採決をする、それを無視したのはまさに今回、自民党じゃないですか。わずか5時間33分の審議、その審議に入るときには、われわれの理事に対して、明日審議に入るからよろしく、こちらの返事も待たずに見切り発車をして、委員長が職権に立てて採決をしたじゃないですか。柿沢さんのことをこの欠席裁判で言わないでくださいよ。彼はこの拙速なやり方に対しては問題がある、だから提案者を辞めさせてもらいたい。でも提案者を辞めさせてくれないのは自民党の他の提案者の議員じゃないですか。改めてそこはよく噛み砕いていただきたいと思います。総理、議員立法と言いました。でも2011年にこのカジノ IR 議連ができたときに最高顧問に就任されたのはまさに安倍総理そのものです。2014年にシンガポールのカジノを視察したときには最高顧問であり総理でした。総理としてカジノを視察して成長戦略の目玉になると発言をして、そしてその直後のインタビューの独占取材では安倍総理は成長戦略の大きな目玉になると認識、議員立法だけれども臨時国会で成立させたいと踏み込んでるじゃないですか。まさに総理肝煎りの法案だから伺ってるんです。さまざまな問題があるとおっしゃいました。だったら違法性の阻却を一言も説明しないで、ギャンブル依存症にどう対応するかも説明しないで、暴力団のマネードンダリングの問題もどうやって排除するか説明しないで、中には自民党の議員が般若心経を質問に使ってなぜ強行採決なんですか。もうちょっと分かるように教えてください。安倍総理大臣。今蓮舫委員はですね、この審議の仕方、この中身とは別に審議の仕方に問題があるから、例えば中身に問題があるからではなくて、いわば審議の両方に問題がある。しかしでは先ほど私梶沢美と委員のですね、議員のですね、今ここにおられますが、梶沢美と議員も提案者であった、いわば中身をですね、当然中身を理解した上で、それは当然提案者なんですから、提案者になっておられるんだろうなと。中身を理解していなくて提案者になるんですか。それはおかしいですよね皆さん。つまりそこでですね、梶沢美と委員としては、では提案者、中身は賛成 であるから、中身は賛成であるから提案者になっているけれども、やり方がおかしいからではやめさせてくれ、私はそれは株にして存じ上げないわけでありますが、やめさせてくれとおっしゃっているんであれば、それはやり方でございました。これはまさにですね、委員会において、これは判断が特に議員立法でありますから、なされるものであります。議員立法はすべてですね、これは全会派が一致しているということでは、もちろん今までの歴史の中で、そうではない、必ずしもそうではないわけでありまして、これはさまざまな議員立法があったのは事実でございます。確かにですね、ただそうは申し上げましても、なるべく多くの会派、全会一致になるのがふさわしいのは当然のことであろうと思いますし、我が党のですね、理事の方々も、大変汗を流されたと、このように私も承知をしています。その中におきましてですね、残念ながら御党は退席をされたんでしたっけ、退席をされた、退席をされるということは、大変残念ではあるわけでございますが、まさに今、蓮舫委員が言われたような中身についてですね、建設的な議論を期待したいと、このように思います。蓮舫代表。中身についてお伺いします。先ほど総理おっしゃいました。カジノ IR 施設は、その中でカジノはわずか 3% の面積、それ以外は商業施設、国際会議場、ホテル等で、確かにそこにおいては設備投資、雇用を生み出す経済効果は一時あるかもしれません。けれども、総施設の売上の
その7割、8割、9割は、わずか 3% のカジノが生み出しています。カジノだけが盛り上がって、儲かって、それ以外の施設は衰退しているという事例が、世界でも報告をされています。カジノはなぜ問題なのか。それは、負けた人の賭け金が収益だからです。依存症に陥って、借金までして、それでも勝てなくて負けた金が、それが収益であり、利益になる。つまりサービス業やものづくり産業のような新たな付加価値は全く生み出しません。これのどこが成長産業なんでしょうか。私は国家の品格に欠くと思います。成長産業であるという理由を端的に教えていただけませんか。安倍総理大臣、まさにですね、この、法案の中身についてはですね、中身についてはこれ欠席はされずにですね、まさに委員会において、ご議論をいただきたい、こう思うわけで、あります。これは議員立法でありますから、私はこれ閣法ではございませんから、これについて、説明をするですね、私は責任を負っていないわけで、ございますので、提案者にですね、対してすみません、ちょっとね、民進党の皆さん、少し静かにやりましょうよ。委員長お願いしますよ。少し、ご静粛にお願いします。わー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 騒がれますと私も喋りにくいんですよ。どうぞ。皆さんお疲れましたか。よろしいですか。よろしいですね。はい、そこでですね、やはりこれはまさに委員会において建設的な議論をですね、この専門家である提案者にしっかりと質問をしていただきたいと、こう思う次第でございます。蓮舫代表。総理自らが成長産業を大きな目玉になるとおっしゃってるんです。なぜ成長産業につながるのか教えてください。安倍総理大臣。これはですね、先ほど申し上げました、いわばですね、統合リゾート施設であり、これはまさにこの床面積の 3% は確かにカジノでございますが、それ以外は劇場であったり、あるいはテーマパークであったり、ショッピングモールであったり、あるいはレストランであるわけであります。そしてそれはですね、当然そこに対しての投資があるわけであり、投資があり、そしてそれは雇用にもつながっていくのは事実であります。だからこそ、統合リゾートと言われているわけでありまして、町中にですね、いわゆるそういう、いわばいわゆるカジノができるものでは全くないわけで、ございまして、限定的な場所で今言ったような形で、作られるということについては、ご理解をいただきたいと、こう思う次第でございます。蓮舫代表。ただのリゾート施設だったら法律はいらないんです。カジノが入ってるからこうやって法律を出してるんじゃないですか。だからカジノがどうしたら成長産業にするのかと何度も伺っても、総理のその答えない力、そして逃げる力、ごまかす力、まさに神ってます。ちゃんと真正面から答えてくださいよ。私はカジノをこんなに拙速な審議で解禁することには反対です。公明党の山口代表は夏キューバのカジノ視察をご覧になられた後に言っています。観光振興の切り札とはならない、むしろ副作用が現実的に見えてきたと率直な感想を言っておられますよ。衆議院の本会議でも11人の公明党議員が自分の良心に従って反対の決を出しています。亡国の法案といった方もいられる。国対委員長、幹事長も反対をしているじゃないですか。なぜ連立与党も捨ておいてこんなに急ぐのか、私にはやっぱり分かりません。昨日新しいことが明らかになりました。今年度の税収が 1.9 兆、約2兆下振れる。つまり支出は決まってるけど入ってくるお金が2兆足りなくなった。じゃあどうするか。足りなくなったら借金です。赤字国債を発行することになるんでしょう。総理、4年待ちました。異次元の金融緩和、大胆な財政出動、いつ景気が良くなるのか。そしたら4年目にして今度は歳入が2兆円も欠損した。改めて立ち止まるべき時ではないでしょうか。考えたら TPP は数兆円の経済効果を生み出して、そして雇用を生み出すといったものが、大統領選が結果がこういうふうになって、そして発行の見通しが難しくなりました。ニュージーランドのキー首相も辞意を表明して旗を振る人がどんどん減っている。自民党の来年の予算への要望対抗、TPP という文字が削られたという報道もありました。改めて、その時に残っている成長分野は何か、カジノですか。このカジノでギャンブルで賭博で、
この国をどこに連れて行こうとしているのか、改めて私は反対です。納得できる強行採決をする理由を教えてください。今日参議院の本会議で審議入りしたのに、明日採決をしたいと参議院の自民党から言われてきています。これは当たり前の国会運営なんでしょうか。ご静粛にお願いをいたします。安倍総理大臣。はい、今私たちの政策が失敗した結果ですね、税収の見通しが違ってしまったというご指摘でございますが、これは誤りで、あります。全くの誤りであります。まず政治の役割は皆さん何でしょうか。それは雇用を作っていく、働きたい人が働くことができるようにすることであります。我々が政権を取る前は10万人の雇用が失われていた。我々は100万人の雇用を作り、そして税収は21兆円、皆さんの時代よりも増えました。皆さんの時代よりも21兆円増えましたが、ご静粛にお願いします。これ皆さん、私の今言っていることは聞きたくないかもしれませんが、事実でありますから、少し静かに、たまには耳を傾けていただきたいと思います。そこで言えば、まさに有効求人倍率も47、すべての都道府県で1倍を超えました。一人の求職者に対して一人分以上の仕事がある、まだ言っていると、今まだ言っているというやじが飛びましたが、あなたたちはたった8つの県でしかそれを実現できなかった。その反省から始まらない限りですね、皆さんに対する指示は戻れませんよ。そしてここは大切なことであるあります。企業は過去最高の収益を上げている。ではなぜこの税収がそうした結果になったかといえば、これはまさに円高であります。いわば120円だと思われたところが100円になってしまった。でもしかし今これ110数円、まあ、私がいちいち為替について言及することは差し控えさせていただきたいと思いますが、そこに大きな点があったわけでございました。そしてそれはですね、昨年と比べて予想よりも伸びがなかったということでありますから、これは私たちの政権からスタートした時から比べればですね、もちろんはるかに良くなっているのは事実ではありませんか。この事実を認めなければ正確なですね、マクロ経済の分析はできないということは申し上げて、おきたいとこう思うわけで、ございます。まさにこれ、現役世代の皆さんのですね、これ例えば生活保護についても9万世帯も減っているわけでありますから、こういう現実もですね、現実もしっかりと見ていただきたい。つまり私たちの政策が間違っているからですね、例えばこの IR 法案をやるということでは全くないわけで、ありまして、つまり2000万人時代を迎えて4000万人海外からの旅行者が迎えようとしている。で、旅行者についてはですね、これ3兆円国内で消費をしているわけであります。かつては旅行者が増えたってそれほど経済に大きな効果がないという批判すらあったわけでありますが、それが違うということは我々すでに証明をしています。この旅行者を増やしていくということについてもかつては批判があったじゃないですか。それについて国内の消費はそんなに増えないという批判もあったわけであります。そこで今回はですね、この IR 法案については今申し上げましたように、統合リゾートとしてですね、さまざまな投資が起こり、雇用にもこれはまさに雇用を作っていくということにつながっていくということを先ほど申し上げたところでございます。蓮舫代表。総理、よくわかりました。総理はいいときは自分の功績、悪いときは人のせいだということ。4年前に敏感になるのは分かりますが、そろそろ今に敏感になってください。総理は4年前に敏感で、今に鈍感すぎます。確かに雇用は広がって、有効求人倍率は改善されたかもしれませんが、それは東京に一極集中で出てきてるからじゃないですか。地方に仕事がないんじゃないですか。じゃあ、改めてお伺いします。働き方についてお伺いをいたしましょう。雇用が広がったと言いますけれども、今広がっている雇用は非正規雇用です。低収入者も広がっています。不安定雇用が広がっています。だからそこをどういうふうに改善していくかという対案を私たちはいつも出し続けています。総理にお伺いをいたしますが、大家さん黙っていただけませんか。総理にお伺いします。
高橋まつりさんという24歳の女性の名前を総理は覚えていますか。安倍総理大臣、まずいろいろご指摘されましたから、これは討論ですから、それに対しても反論させていただきます。いわば有効求人倍率がですね、各県で回復をしたのは東京一極集中が進んだせいではありません。例えばそれだったらですね、沖縄の有効求人倍率上がるはずないじゃないですか。人口増えてるんですから。人口が減少すればですね、それは消費者が減るっていうことですよ。生産者が減るっていうことですよ。いわば役所以外はせめてこれは商売ができなくなるということにつながっていくんですよ。人口が減少すれば有効求人倍率が良くなる、これ間違ってます。この考え方でですね、経済政策を進めていけばこれ間違えますよ。各県で有効求人倍率が1倍になったことを喜ばないということにつながっていくわけでありますから、驚くべき私は議論だなと、こう思ったわけであります。でそこでですね、そこで高橋まつりさんについて、電通の方で、ありました。過酷な長時間労働によって自らの命を絶った、大変悲惨な出来事であり、私も強い憤りを感じました。このようなことを二度と繰り返してはならない、この思いで働き方改革を一日も早く進めていかなければいけないという決意を新たにしたところでございます。蓮舫代表。中学から母子家庭で、お母さんを楽にさせたい、勉強して東大に行きました。大学を出て大手広告代理店電通に入社をした。日本のトップの企業に入って社会に貢献したい、未来ある若者でした。去年のクリスマスに自殺をしました。直前にお母さんにメール、心配になったお母さんが電話をして、死んじゃダメと説得をしたら、その直後の出来事でした。今年の秋、過労死認定されました。過労死認定の長時間基準は、最低基準は80時間超です。高橋さんは140時間を超えてました。1週間で10時間しか寝てない。死にたいと SNS で発信をされていた。愛するものを失う強さ、辛さに、私たち政治家は向き合うべきだと思います。働き方改革、大賛成です。じゃあなぜ法案がいつまでたっても出てこないんですか。私たちは長時間労働規制法案をもうこの国会に出しています。衆議院の厚労委員会で何度も審議をしてくれと、委員長にも自民党の筆頭理事にも何度も言ってますが、全部拒否をされています。なぜ向き合っていただけないのか。我々は反対ばかりじゃない。長時間労働是正、インターバル規制入れましょう。仕事が終わってから次の日始まるまでせめて休み時間を取ろう。 EU は11時間が義務です。そうすれば睡眠時間取れるじゃないですか。今の法律では無条件に何時間でも働かせ続けることができるのであれば、総労働時間の上限を作ろうじゃないですか。企業に罰則を入れようじゃないですか。こういうことをやれば、少なくとも過労死などという悲惨な事件が私たちは止めることができると思っています。働き方改革というのであれば、今議論をして、会議で議論をして、法律をこれから作るというのであれば、今私たちが出ている法案を、同じ議員立法です、カジノの時と同じように審議入りしてくれませんか。安倍総理大臣。まずですね、審議入りするかどうかについては、これ国会が、お決めに、私の一言一言にですね、そんなに激しくやじをされると、これ討論にならなくて時間の無駄ですよ。私は気にしません。いや、私が話しにくいんです。よろしいですか。そこでですね、これは国会がお決めになるというのは皆さんのこれはご存知の通りであり、これ常識であろうと思います。その上で皆さんの法案でありますが、私たちも今働き方改革については真剣に議論をしています。でそこでですね、皆さんの法案について、少し批判になってしまうんですが、例えばですね、時間外労働の上限規制、これが一番大切なところですよね。一体何時間にするのか。しかし皆さんの法案では、これは厚生労働省が省令で決める、これ丸投げですか。インターバル時間もそうですよ。インターバル制度も大切です。生活時間、休憩時間、睡眠時間をしっかりと確保する、インターバルの時間もちゃんと取ることは大切です。しかしどれぐらい取ればいいのかということも、これ省令にですね、これ丸投げで、しかも先ほどの上限については
上限については罰則があるにもかかわらず、罰則があるにもかかわらず、これ、厚生労働省に丸投げ、これ、ある意味では国会をスルーしてしまうわけでありました。で、そしてここがですね、一番大切なところなんですから。ですから私たちは、それについてしっかりと今、議論して、構造的な問題なのかどうかということについてもですね、私たちはしっかりとしたものを出そうとしているわけであります。インターバル制度についてもそうです。しかしまだ法案を出す前からですね、インターバル制度について導入した企業に対しては助成金を出すという仕組みを作った、そしてまたあるいは、それをすでに、行っていて成功している好事例について、ちゃんとそれを徹底させようということでですね、進めているわけであります。実効性を確保しながら、でももちろんですね、これは法制度の中に入れるべきかどうかということも含めて、ちゃんとですね、我々は法改正は躊躇すべきではないと、こう考えておりますし、そしてまたもう一点、大切なことは、同一労働、同一賃金をしっかりと、これは実行していくことが大切であります。皆さんもそれに対するですね、法案を出されています。でも私たちが今考えていることのと一番大きな違いは何かといえばですね、ガイドラインを私たちは作っていく。ガイドラインを今月中にちゃんとお示しをして、具体的に何が同一労働、同一賃金であり、何が違うかということをですね、はっきりとお示しをしていきます。で、皆さんの同一労働、同一賃金については、このガイドラインがないんですよ。ガイドラインがないというのはですね、ストライクゾーンなしに野球やれって言ってるのと同じなんです。ですから私たちはしっかりとガイドラインを作ればですね、ガイドラインを作れば企業にとっては、何がこれ違法になるかということが分かれば、何をやればこれは違法になって裁判になってしまうか、あるいは例えば裁判になったときにですね、これ、今一番大切なところなんですから、言わさせて、よろしいですか、小川先生。で、ここで一番大切なところなんですから、これはですね、これはまさに何をすればこれは違法になるかどうかという、裁判所が判断をするまさにこれガイドラインというか基準にもなっていくわけでありまして、これを作っていくのがなかなか大変な作業なんですよ。まさにしっかりとこれをやっていきたい、こう思っています。昨日もですね、非正規ので働く女性の皆さんに、お話を、これ大切なところなんで聞いてくださいよ。皆さんにわざわざ集まっていただきました。非正規で働いている、はい、ことも考えて簡潔にお願いします。じゃあ、杉尾さんも少し静かにしてくださいね。これ私がよろしいですか、私しゃべって、よろしいですか。で、ここはですね、ですから、ここで出た意見はですね、同一労働、同一賃金の中において、しっかりと頑張っているのに昇給もない、あるいは交通費も支払えない、頑張っていこうと思っても、ステップアップしていくためのこの実習も受けることができないという、こういう問題、処遇等にもついてもですね、しっかりと、ガイドラインで、お示しをしていきたい、こう思う次第でございます。いたしましても、先ほど申し上げましたように、この時間外労働の制限、長時間制限については、しっかりとこの時間を何時間にするかということが一番大切ではないか、こう思っている次第でございます。蓮舫代表。長時間労働をなくしましょう、過労死を防止しましょう、大切な話です。でも、総理、我々の法案が厚労省に丸投げ、政府の出している残業代ゼロ法案、年収要件、対象業種、全部厚労省の省令事項じゃないですか。同じようなことをやっている。それをここで批判するのは生産性がない。だから議論をして今言った問題点を国会で審議しようじゃないですか。聞いてないことをどんどん話さないでくださいよ。カジノは急いで議員立法で5時間33分で強行採決。なんで長時間労働の問題点もそこまで整理してんだったら国会で議論しましょう。なぜしないんですか。安倍総理大臣。これ私は独裁者ではないんですから、行政府の長で、あります。まさにこの議員立法においてはこの委員会においてですね、見識を持って判断をしていただきたいと思うわけであります。で、私は例えばということで皆さんのこの法案についての問題点を指摘をさせていただきました。私がなすべきことは何か、それは皆さんの問題点を指摘した以上ですね、そうした問題点をしっかりと克服した構造的な問題は何かということをしっかりと考えた、その上において正しい法案を出させていただきたいと、このように考えて、できるだけ早期に私たちが閣法として、政府としての法案を出させていただきたいと、こう考えている次第でございます。蓮舫代表。閣法以外は審議をしたくないという姿勢もよく分かりました。
やっぱり改めて、なんで同じ議員立法でカジノだけを強行採決するのかが、私にはストンと落ちてきません。もう一つ、これだけは触れさせてください。同じ議員立法です。この法案は超党派で進めて、自民党さんさえまとめてくだされば、実現する可能性まで持ってきた、女性の政治分野における参加を促す法案です。政治分野の男女共同参画推進法案、超党派でまとめてきました。私たちはすでに法案を出しています。国政議員選挙、あるいは県議会議員選挙、男女の候補者をなるべく均等にしましょう。それを政党に努力義務ですから、理念法です。公明党も賛成をしていただいています。残るは自民党です。野田聖子さんが本当に頑張ったけれども最後の自民党の法案を国会に出すかどうか決める部門会議で反対意見が相次いだ。活躍できる女性は自力で這い上がるから立法の必要性がない。女性の社会参画が社会を豊かにしているとは思えない。女は家にいろということでしょうか。こんな声で反対をされて、自民党の中の議論がこういう状態になったことで法案の流れは頓挫しました。この国会で成立する見込みもなくなりました。輝く女性と言ったのであれば党内まとめてくださいよ。総理になってジェンダーギャップ指数、女性の社会参画度合いを測る指数は111位で過去10年で最低を更新しています。言ってることとやってることがあまりにも違うじゃないですか。強行採決をしたことがない。よく息をするように嘘をつく。TPP、年金カット法案、カジノ、全部強行採決じゃないですか。ここは参議院です。良識の府の参議院は、みんな忘れない、去年の9月19日の深夜、憲法違反の疑いのある安保法制を強行採決したじゃないですか。改めて、気持ちいいまでのその忘れる力をなんとかしてくださいよ。対案を持ってしっかり審議をしたいというのを、やじがうるさいだ、誰がどうだ、個別面を出して、批判をする余裕をあるんであれば、私に向き合っていただきたい。ロシアのプーチン大統領はアメリカのオバマ大統領にお会いになる。ぜひ来月、また党首討論第2弾をやっていただきたいとお願いをし、私の発言を終わります。ありがとうございました。